カリスマと呼ばれるものなのでしょう。まさに、まさにあなたはレガリアを持つにふさわしい英霊だった。実に気高い、実に美しい。青のキャスターと殺し合うかと思えば、あのような結末を導き、そして今はアルテラまで下してみせた。余分な、余分すぎる。目に余るほどの過剰摂取、おぞましいほどの上昇無敗。セラフの統一を果たしたことは称賛しよう。だがどうあってもお前たちはベルバーに敗北する必要がある。セイバーは砕け、レガリアは砕け、セラフは砕け、ヌーセルオートマトンも砕け。やがてはそう、地球上の文明と生命の全てが砕かれる。美しきものも、醜きものも、輝けるものも、暗きものも、愛も、絆も、魂も、肉体も、精神も、情報も、あらゆる全て、ベルバーの到来に際しては捕食される。それが当然の結末だ。さあ、破壊の時ですよ、アルテラ。英霊の、いえ、人間の真似事はもう十分でしょう。なんであれ、夢は覚めるもの。この名と共に目を覚ますがいい。優勢の真なる化身、セファールよ。最後まであなたとは価値観が合いませんでしたね。そもそもあの星の紋章は格落ちしたスキル。これこそ本来の形、優勢の紋章。この個体がベルバーの分身である証であればこそ、愛に焦がれ絆を求めて苦悶するまでもない。こうして真なる形態を導いてやるまでのこと。さあ見るがいい。そして砕けよ。
見るがいい。これだ、サーヴァント程度の霊気には収まらぬ質量。知性によって作られたもの全てを破壊し、自らの質量に変換し成長し続ける巨神、まさに星を平らにするために作られたもの。今の人類でこれが御せるか。いや、何者も抗えない。絶望さえも砕き尽くす。これこそが破壊の大王。アルタミラの石碑に残された災害、砂漠に眠るセファールの巨人、これが月すらも滅ぼす異様そのもの。もちろん任せよ。勝つぞ奏者よ。少しの辛抱だ。破壊の権化ではないか。一体何だというのだ。セファールとは何だ。世は聞いたこともない。奴はアッティラではないのか。地上にて憤怒を率いた大王と月のあやつは別のものだとでも。見えるか、奏者。アルテラの肩に3人目の奏者が。
だ。湯はここだ、わかるか？バカ者、アルテラ、貴様、領袖ではないと守ると口にしたではないか。ならばなぜ気づかぬのだ。そのままでは奏者は、アルテラ止まれ。止まらぬのなら湯は、情熱と愛、そう言ってくれるのか。我が半生を知った上で、まだネロ・クラウディウスは愛を持っていたと。手は失えないな。これほどよう信じてくれる者にこの先出会えることはない。仮に14,000年もの時間をかけても、そなたに出会える奇跡は起こるまい。私にとってはこの星より尊い出会いだった。うむ、ならばここで引く道理はないな。手を取ってくれ、奏者よ。絶望も凱旋も